ゴッド高子、はい、みんなの化身、料理人、料理人です。でテクニックがすごい、はい、みんなテクニックがすごいから女性たち、君たちに捧ぐゴッド高子。はじめまして、アジアアキコ、この度最強たかしの運営スタッフになりました。最強たかしはまだ出来たてほかほかのプロレス団体、これから最強の選手たちが所属するグレートな団体を目指していきましょう。選手たちがやってくる、はい、おはようございます。これ今ゴッド高子だよね。しばらく様子を見守りましょう。早速横画面にさせてください。できたできた。今どう？ボリュームとかそういう系セーブしよう。俺結構こまめにセーブするからね。今1万ゼニーしかないの？1万ジーしかないんや。団体人気もしょぼしょぼや。あのゴッド高子マジで大事に育てていくから、これもう女性リスターの化身やから、これ女性リスターの化身。あと男性リスターの化身も作るか。名前変えれるんかな。やばー、何するんこれ。やばー、裸のチョップ。俺技知らんからさ、裸同士のぶつけり合いの座落としたで今ペチ。あ、やばい、かわいそう。ダラ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 すなよお前。誰だよこれ。石橋お前こちらをどうぞ。石橋がさ、ストーンブリッジがダラダラしてるよ。ベンチプレスを入手しました。なんか石橋似てない？ちょっとごめんけど似てない？石橋。え？バッシー？納豆マン？え？気のせいか？おい、十字固めすなや、十字固め。ふぅ。ちょっとベンチプレスを、選手、ランニングマシン、ベンチプレス。あ、面白い。絶対面白いやん、これ。ねえ、面白いわ。ベンチプレス、恥好きなんやけど、こういう風にここら辺に置いとくか。舞台から降りたらすぐできるように。面白いやん。いいね。全然広、いや、広い方か。広い、広い、広い。みんな、高子死んでたで、今。高子かわいそう。高子かわいそうすぎる。いい練習だった。今日はここまで。いや、ボコられてただけやね。さすがに男性と女性じゃきついか。全国プロレス団体。はい。ご期待ください。はい。高子かわいそう。すげえ。ああ、走ってる、ちゃんと。押したら、何をしたらいいんだ。とりあえず、まあ、眺めときゃいいんか。え、もう練習始まったの？もう次の日や。ストーンブリッジ練習せない？あいつ。何してんの、ストーンブリッジ。本読んでら。みんな本読んでた。本読んで、ハート出て満足やって。え、違うな。今一日終わったんか。え？一週間が終わったんか。この二人仲いいね、めっちゃ。兄弟かもしれない。髪色一緒やろ。一緒やからね。夜になり、選手たちみんな家に帰りました。はい。選手の部屋があれば、ここ寝泊まりするんやって。やば。和室、え、うっそ、温泉やん。相撲部屋やん。温泉のあれあるよね、帰ろうね。同じような仕組みやん。選手の部屋、同じような間取りな感じ。練習集中できるはず。早速メニューの建設から、お、選手を帰らさない？ブラックやな。え、すごいね。これ石橋の家な。石橋の家。石橋の家な。石橋、お前ここだ。石橋71キロもあんの？トマーキー、お前今日からここな。うん。で、一番端に、女性リスナー様の、ね、ゴッド高子の、
ね、55キロのね、あの家を作っときます。はい。で、もう一人は、ランニングマシン、ランニングマシン部屋。はい。67キロ、スティーブ、水島。はい。ランニングマシン部屋。で、コットタカコちゃんだけはトーク話しとく。クズリスナーだからね。うん。クズ石橋が話しとかんと、そう、なんかやるやんかな、なんか、ね。経験人数21人、もうすぐ手出すからな。うん。おい、コットタカコ、お前、ダメだよ、水島の家の前で走っちゃう。タカコ。こんにちは。近所プロレス団体を運営している、フレッシュ、ん?フレッシュレスラーズです。新しくできた最強たかしがどんな感じかこっそり偵察。はい。粒ぞりの選手、そうですね。はい。揃ってます。リスナーと石橋と水島。エントリーお待ちしてます。田中大五郎やって。なんと、早速対戦規模の団体。ぜひエントリーして最強たかしの実力を見せましょう。試合、はい、メニュー、早速試合いきますか、じゃあ。フレッシュレスラーズ。挑戦者求む。はい、田中大五郎。いいよ、対戦。行くよ。出場戦、もうゴッド高子しかいないでしょう。うん。他のやつらって出れないの、試合に。なんでやろう。うん。今回、分身作れたの、高子だけだよね。試合に挑む選手にアイテムを上げてみてください。選手の能力は強化されますよ。もう、テクニック、極振りしてみたみたいな。異世界に転生して、テクニックを磨きまくったら最強になったってやつがいい。選手のアイテムをあげるから、はあ、何のテクニックですか？プロレスですよね。指示を出すアイテム使う、投げのこれ、まあまあ使いますよ、全部もちろん、はい、パワーと、あ、テクニック上がるんだ。1しか上がらなかった。ちょっとやばくない？パワーが14しかないのにテクニック81やで、すごいよね。鉄あれ、パワーアップ、パワー。リンゴはテクニックのアイコンを見たらさ、スパナやんか。そう、女性やからね、スパナ。要するに指の力が強いんよね。81やから81キロでしょ。81キロで、え、これ石橋や、石橋だよね、小牧だ。強い、強いすげえ、細かく作ってんね、すごい。おい、バッシュが上がったね、力。リスナーさんのいじめて力上がったよ、あいつ、パワー。ふんぬー、強い。ちょっと待って、高子弱えよ、おい。おい、お前ら弱すぎる。田中大五郎選手をリサーチしてきました。ちょっと極振りダメだったね。テクニックがマックス、あ、勝てる。みんなスタミナ OK でトントンでパワーが勝ってて、敏捷っていうのかな、勝ってる。テクニックがもうやばい。魅力はないんだけど、まあ確かにうちのリスナー様は魅力はないのは、まあ確か。うん。もう日々働きまくってさ、もうなんかもうキツキツのような、そのね、なんていうな、もうリーマン、リーコ、リーコ、サラリーコ、もう魅力いらないんだよ、そう。うん。もう自分を投げ捨てて、もう頑張ってる、毎日。魅力なくていいです。はい。申し訳ない、しちゃったわ。はい、どうしてくれるのか。ゴッド高子、VS 田中大五郎。これ、勝ち確だと思いますよ、これ。テクニックがすごいから、なんかね、めっちゃすごい技見せてくれるんかな。うわー、盛り上がり13。で、テクニックがすごいからマイクパフォーマンスがすごいんじゃない？なにこれ？手料理を振る舞う。すごっ！手料理やろ。あちち、よかったらこれ食べてください。出来たてでーす。盛り上がり34やって、やばー、すげー。田中大五郎と有効度を上昇した。なんだ？なに、恋に落ちるとかあるの？やめてよ。ええやん。むむむ。おりゃあ。タカコが毎回いじられてない？いじられてか、いじめられてるやん、もう。やば。これえぐい、これえぐい。あ、ぶっ倒した後にさ、上からエルボー。やばすぎる。はい、ピチピチスタジアム。何？ 200 人しか入らないんや。個人のライブとかだったらさ、バンドか。結構、すごいいいキャパなんじゃない？すげえ、カットインもの。ドットでここまで表現できるんだね。装備は戦術変更できます。しっかりと準備して試合に臨もう。装備変更。装備、何もありません。作戦変更。打撃。関節技1本でいくわ。みんな、関節技マックスでいって、打撃ゼロにすっから。
ね。女性リスナーたちテクニックがすごいから、投げもゼロ。空中技 OK。 空中技のテクニックに入るから、はい。違うな、関節技やっちゃおうぜ。使用頻度を低くして、関節技一本でいくから。うん。で、料理人、調理スピードアップ、いらなくない？試合に関係ないやん、それ。ああ。戻る。これでいいよね、作戦。オッケー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 。試合開始いくぜ。関節技のみで決めっから。元気ですか？元気があれば、何でも。かっこいい。え、すごいね、滑らか。ドットの表現すげえや、カエロ。誰？田中大五郎が。66.6 キロやって。おい、うちらのさ、高子って55キロやからな。体重10キロ差やばいぞ。体重11キロや。命に関わるよ。赤コーナー、56.1。太ってる、太った。みんな600グラム増えたで。え、いつの間に？筋肉かな。睨み合う、両者。組み合った、関節技。逆水平チョッポって言うんだね。いい殴り合いだ。これプロレスだ。プロレスだ。見る見る見る。これチョップしまくるやつや。お互いヘロヘロだ。早いね。マックス行かせちゃダメだって。やべ、負けるかもしれない。え、嘘。嘘、やめてよ。え、パラメーター、うちらの方勝ってたやん。返せ。やだ、負ける。え、やばい。え、やばい、何これ。もう一回やられた。返せ返せ返せ。やべ、打撃せなあかんかもしれん。いけ、高子。やべ、初めて見た高子の攻撃。いけ、高子。関節技だ。これが関節技か。関節技マックス、テクニックすごいから、うちらの高子は。決まれー、いけ、ふんぬーふんぬー。すげえ、今すね切りした、すね切り。関節、さすが関節の申し子、テクニックの申し子だ。すげえ、強え。進行蹴ったぞ今。いけ、高子。てい、すげえ、すげえ、すごい、この表現。高子すごいよ。組ませるな、組ませるな。やばい、やられる、これ。待つなよ。拡大とかさせてくれへんのやな、これね。強い、ローキックが強い。すごっ！関節技いけ！いくよ、これ。これ、どんどんどんさ、新技覚えるよね、多分ね。フォール！いや、これいったな。いった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 ！うぅ、面白い。これ、眺めるのが面白いな、これね。すげえ、みんな勝ったよ。56キロが、66キロぐらい勝ったのやばいよ、これ、ほんとに。エビ固めやって。めっちゃ盛り上がってる。すげえ、面白。ま、タカコにポテサラいっぱいあげるわ、俺。ケーキとポテサラタカコな。うん。ゴーアップ。チェスはやらせないから。チェスでアイテムは渡さない。もうバカで言ってほしい。うん。バカでずっと俺についてきたらいい。うん。Uコード。観客数58人しかいなかったっけ？ファイト前に 2000G。Uコードが上がりました。またこいつを殴ろうぜ、みんな。多分カエロのさ、流れ上何試合でもできるはずなんですよ。同じやつと。あいつをずっといたぶろうよ。この調子でどんどん試合に出場していきましょう。すげえ。真打ち登場。何これ。ジモフリーカルビーか。対戦可能。新たな選手から挑戦を受けました。挑戦者を募集する選手は、対戦に費用がかかりませんよ。エントリーして戦いましょう。ちょっと強化したいね、俺。タカコを。選手にもっと強くなってもらうため、特別練習。特別練習から実行できますよ。はい。特殊練習ポイントですか、これ。ダークゾロさん、キュービッツ。あー、やっとな。フライングラブ。そのラブ、いつのラブやろ。第5以外で見かけると思わんかった。もうゴッドですよ。ゴッド HP 少ないね。
空手、柔術、柔術だな、柔術。はい。ああ、もう全員一緒にやってくれるんだ。すごー。このエビ固めって言うんやっけ？これ以外の技も見たいね。うん。タカコのパラメータは、パワーがもう全然ないんやな。それ以外は別にあいつらには負けてないね。トモアキと水島に。はい、また柔術行かせていただきます。パワー入れなあかんね、これね。でもね、空中技みたいね。空中技も上げていこうぜ。トモアキがもうオーラ出してるね。よし。で、アイテムを渡したい。選手。アイテムをあげる。タカコ。タカコを太らしていこう。ケーキ。はい、魅力上がるんや。ケーキがひらめきました。このイベントはどうでしょうか？何？ケーキ大会？何それ？ポテサラあげます。タカコ。なんかさ、太ってきた気がする。気のせい、体型。そこまで細かく作っとんかな。太ってきたよ、これ。多分。何？歌の練習。はい。スパイの知識、テクニックめっちゃ上がる。上げる。スパイの知識。あ、100超えたで。テクニック。空中技もプラス。チェスは、チェスもテクニック上がるから上げるわ。うん。バカであって欲しかったけどさ。56.3 あんまり上がってないね。タカコの HP が少ないから、回復し次第やろうか。でも、金稼ぎに他の奴ら行ってほしいよな。いや、タカコだけを使っていく、そういう縛り。どう？関節技攻略本？タカコ、はい。お待たせ。君が今一番欲しがってた本あげるよ。関節技攻略本だ。どうだ？いいね。いい上がり幅。さあ、寝なさい。どこ行くのお前。お前外行っちゃダメだよ。お前の家はここだよ。待って、なんかアイテム。建設。特殊はないか。うん。ベンチ。ベンチあるっけ？あるね。あ、全部一通りあるか。今さ、走ろうとしたよね。走ろうとして、うわ、こいつ寝てるキモってなって戻ったよね。じゃない？今走ろうとしたで。キモ。人のさ寝顔見て走れる。うん。あまりベンチプレス使ってくれてないね。収支マイナス8、設置種類8種、ボーナスゲット。はい、次もう一試合やって終わろうか。ああ、爽やかな朝。試合。うん。挑戦者求む。待って、みんな。こいつ、HP がさ、減った状態やから、この時に石橋とか友明と水島ぶつけたらめっちゃ楽やんか。まだ完全回復してない状態やもんな。はい。対戦する。ゴッド高子は前の試合で HP 減っていますね。少ない状態だとその分試合展開不利になるので、別の選手、148、これ回復待とう。うん。こいつを、あれだわ。え、ゴッド高子しか寝れないの？なんでみんなこれ、なんで？休憩、タック。え、タックできるの？有効度レベル3、6人タック。やば、タックできすぎやろ。待とうか、じゃあ。え、なんでやろ。不思議。残りの2人って一緒に試合出てくれないんだね。大五郎さ、残りの2人でボコしてお金巻き上げようかなと思ったのに。温泉やりたくなってきた。やったら止まらんからな。選手が料理を食べたがっていますよ。といえば、キッチン、コーンをゲット。え、料理めちゃくちゃすごいさ、元料理人の高子やばいんじゃない？料理台。テーブル、やば。倉庫にコーンと料理台とテーブルがあったことを忘れてしまいました。忘れてた？3種全部、ハゼチュースを選手たちが自炊するようになる。美味しい料理をもりもり食べて、屈強な肉体。すげえ。早速、作りましょうよ。すげえ。何これ？タカコの、タカコゾーンですよ、みんな。これタカコゾーン。はい。喜びなさい。食べるためには、ここに来ないといけないんですよ。うん。
タカコのとこに来ないといけない。タカコゾーン。あと立ててないのはこれか、調理台か。うん、はい。すげえ。ちょっと考えていたのですが、団体にはもっとたくさんの選手が所属してほしいですよね。候補者集めましょうね。我々の団体に交渉してみましょう。選手獲得が可能になりました。はい。早速、見ていきましょう。選手獲得、筋肉馬師、レバニラ。はい。筋肉馬師。え、じゃあ、あの二人は何なんや？うん。とりあえず、こいつ、筋肉馬師。はい。交渉しようか。どうですか？契約金。そう言わずに。え、俺失敗したらナイルで。うわっ！気持ちのパーセント次回持ち越し。だる。もういいか、とりあえずいいか、あいつは。うん、うざ。赤子頑張ってるね。この二人も頑張ってるね。え、この二人は何なん、マジで。試合も出てくれんしさ。ねえ。料理が作れるようになりました。お腹いっぱい食べていただきましょう。料理可能です。お料理教室？何それ。これイベントだよね、多分。え、お料理教室しようよ。美味しい料理の作り方。テクニックが上がるんやな、やっぱ。チームの友好が深まりました。味噌汁を新しく開発しました。はい。効果の高い料理作るようになれば、選手の能力が上がる。めっちゃ、これ全部今作れるやつ？すごっ。セットするんかな、作るやつを。料理一覧。おにぎり、トースト、カップ麺。はい。特になかった、なんかセットしそうな。料理一覧。誰か作ってよ。タカコの HP どう？全然やな。まだまだやった。タカコ行け！遊び始めたぞ、もうこいつ。自販機いじってさ。作れ作れ！作れ作れ、すぐそこあるから。よ、来たか来たか、来た。おにぎりかい。なのトースト一通り全部作るの。美味しいかな、美味しいに決まってるやん。お前が作ったやつ食うね。炭水化物炭水化物炭水化物や。え、この残りの二つってあいつらにあげるやつ。 HP 回復した。え、他のやつらが取る。え、すごー、面白い。できたてだよ。めっちゃいいやん、これ。え、すごいね。タカコが作ったやつを他の人がみんな食べれるってことだよ。え、細けえ、なにこれ。すごいね。どう、強くなった？パワーめっちゃくそ上がったんだけど。ねえ、ともあきの。石橋ともあきのパワー7も上がったで。また作るの、タカコ。違うか。寝るんかも。HP195 か。ケーキ大会見ろ、ケーキ大会。うん。はい。ええやん。HP がアップするんだな、ケーキ大会。あ、回復するんか。あ、で、ゲットしたんか、ものを。食べ物をゲットしたってことは、ということは選手、アイテムあげる。タカコに、いっぱい、あ、なるほどね。料理教室やって、オムライスとかをゲットしたってことか。じゃあ、オムライス2つ食え。お前は。うん。酢豚食え、酢豚。チョコハラ、チョコハラ。ロールキャベツ食べなさい。タカコ。ドーナツも食べなさい。どんどん太らしていくから。うん。このゲームな、体重制限なさそうやからさ。さっき66のやつがさ、うちらのタカコとね、戦ったから、体重制限なさそうやんか。もうどんどん太らして、めっちゃ強い、その、パワー系でいこう、パワー系。で、スピードも忘れずに。はい、シューズ。敏捷性も上げていく。ひらめいた。特別訓練どうでしょうか。なんだ？充電？ランニング。これで痩せていくんか。打撃も、打撃はね、使わせないから、うん。
赤子に打撃は使わせません。料理の手をね、もう怪我しちゃう可能性があるから使わせないです。57キロになりました。はい、皆さん、この短い2ヶ月か1ヶ月だったんかな、1ヶ月の間に1キロ増やしたんかな、うん、まあいいんじゃない、全然激しい増量ではないと思います。俺は、わ、深夜に作ってる、やばこいつ、えぐ、いや優しいんか、この夜の時に準備できる、うわ早朝か、5時4時ぐらいに起きてみんなのご飯を作ってあげて、うわやばー、優しすぎやろ、ええやん、太りそう太りそう、悲しいね、なんか太ってるよ、太ってる、ちょっと結構太ってる方じゃない、もう57だよね、だってタカコちゃんの身長によるわ、うん、140、150センチで57は結構いいガタイなんじゃないかな、気のせいかな、洗面台こいつらも今顔洗ったやもんな、洗面台、あ、テレビもあるやん、洗面台がすごーい。タカコちゃんのとこに置きますか、裏ドア、このバックドアがさ、なんか入れなさそうなんやけど、気にせず、あ、テレビあるね、テレビあった気がする、みんなほら、テレビないよね、ここにね、テレビないですよね。で、全部はい、タカコちゃんが見れるように、みんなご飯食べながらテレビ見れるようにここに置いときます。はい、さあどう、 HP 回復した、はい、マックスです。さあ皆さん、ランクアップだって、マトでいいか、まだできないよね、うん、できない、ランクアップはできない、どうやって行くんやっけ、選手がイベント開催、建設、試合だ、試合、さあやるで、こいつに勝って終わろうぜ、エントリー、試合日までしっかり準備しましょう、あれ、イベントやってケーキゲットしよう、わあ、できるイベントなかった、これ裏でやってしまいそうやな、ちょっとあいつの連撃クソじゃないねえ、石橋智明の連撃やばいよね、エルボーグーパンみたいなさ、ザンギエフのさ関節技最強マンやな、音がえぐい、なんのでまた関節技決められるやん、もうテクニックがすごいんやから、高子また関節技や、テクニックがすごすぎるから、ジモフリーカルビ選手をリサーチしてきた、試合の参考にしてください、すげええ、霜降りカルビ弱えじゃん。何これ、能力的に優勢ですね。え、挑戦者とかなんかさ、相手を募集してたから、めっちゃ強いやつが来たんかなと思ったら全然弱かったわ。すげえ。うわ、すげえ、トマーキのさ、能力値アップがえぐい。ゴッドタカオバーサス、霜降りカルビ。はい、見ていきましょう。うおー、できる。これより試合インタビュー。フレッシュレスラーズ。コメントどうぞ。絶対勝ちますよ。フリーザーですよ。また料理ですよ。いつも料理。何これ、相手を野菜に例える。嫌味を言う、アクションを求める。はい。野菜。はい、もう料理人やから。今のようにスカスカなその肉体に、私の鍛えられた技という名のミートを叩き込んであげましょう。すげえ。何それ。考えたね。怒ったね。怒りでパワーアップしたんだけど。え？なるほどね。盛り上がりを取るか、相手を挑発してさ、うん。絶対料理。有効度上昇するんやな。めっちゃ煽ったね。試合前インタビュー終わります。ぜひ、試合を見に来てください。まあ、すぐ完成度でかけれるから、高子は。ベンチプレス。打撃弱いからな。でもできるんだね、一応打撃は。ただダメージが低いんかな。すごっ、打撃できるやん。だらだら、水島ちゃん頑張るよ、水島ちゃん。試合当日。前回56人だったかな。今回70くらいは行くでしょ。うわ、予想外。めっちゃ来た。うん。作戦変更。作戦これでいいですよ。テクニック。ちょ、空中技も入れたい。みんな空中技みたい。ちょっと半々。あ、
空中技見たいから、ちょっとこんぐらいこんぐらい。うん。こんぐらいでしょ。はい、装備はあります？ないね。アイテム使う？打撃、あ、ここでも使えるんだ。ドーピングしよう、ドーピング。コロッケ。試合前の計量とかもそんな気にせずに、もうナポリマン食っちゃえ。どんどん太らそう。お気に入りのコンボ？こちらは選手が試合中や練習中に使用した技のコンボをお気に入り設定。強い技のコンボを見つかっていたらぜひ。おい、面白いな。すごいね、これ。すご。ハイパーアーム逆、エビ固め。合計ダメージ。会心のドロップローグビ固め。はい。追加。何これ、すごい。華麗なる逆逆逆エビドロップ。追加。よし。面白い。すげえ。細か。やってよかったな、これ。これずっと放置してたかもしれない、これ。さあ、出場いたしました。我がゴッド高子。体重 57.9。ね。あと 100g でなんと 58kg に突入してしまいます。旦那様、中学校の友達でね、68か 65kg のね、あの女の子、いらっしゃいました。めちゃくちゃ私に優しかったです。はい。体重測定の時ね。付箋してたんだけど、男子諸君がね、それをめくって見てしまいました。本当に申し訳ないと思ってます。当時はマジでクソガキだったな。クソすぎる。うん。68.8。はい。会場は熱気に包まれている。睨み合う両者。強い !24 ダメージ。打撃弱いに打撃いけるんか。打撃のさ、その頻度俺めっちゃ少なくしてるのにね。ジェーン！え、もうダウン。ファウル！え、おい、ちょっと早いで、やめてよ。あ、俺、ファウル押さなかったらいいんや。最後までいたぶりたいもんね、こいつを。高子、耐えろ !58 強いな。え、やば、返せ、返せ。強いね、普通に、ダメージ。えぐいわ。俺も強い。関節の来た、うわ、バチンってやった。ドラゴンボールがさ、お互い退治した時にやるやつや。ボタン連打するやつ。エルボ。オーダー。オーダーってどういう技なの？もう良くなくない？オーダーって。名前やばくない？オーダー。エルボーが入る。ダウンしてるよ。フンヌローキックがする。エルボーローキック。フォールしません。はい。すごい動くね。あ、これ負けるんじゃない俺。大丈夫か。え、やばい、みんな遊んでたらやばい。タカコ、みんな舐めてたら負けた。油断大敵や。舐めてたら負けちゃった。申し訳ない。まあ、そういうこともあるよね。これ盛り上がり最高や。盛り上がり最高です。ええ、HP2 アップ、スタミナ10アップ、パワー3、敏捷10、打撃、はい、強化ポイント3もらいました。3もらえた。技を強化することができます。確認する。え、逆エビ固め、はい、逆エビ固めがもうすごい。エルボードロップ、逆エビ固めを強化しますよ、はい、ダメージ14になりました。ああ、そうか、ダメージを重ねていって、こういうことよ。ドロップキックやろ、うん、体重を生かしたドロップキックで。いや、ゲーム性としてはさ、テクニック、極振りでやりづらいよね、これ。いろんなやつやってさ、相手の HP を削って、フォールで、ね、カウントまで稼ぐってやつやからな。なんか一つの能力ズバ抜けてたらね、なんか攻撃が当たらなくなるとか、なんか結構あるね、このカイロで。回避がすごかったら。ボクシングの時。そういう系かなと思ったら、これ総合的なやつでやっていくやつや。ナイスファイトでした。あ、引き続き積極的に試合にエントリーしていきましょう。いつもうちの選手と対戦してくれてありがとうね。そんな最強高橋にこちらをプレゼントしちゃいます。何くれんの？サウンドバッグ？うぃぃ。イージアンマックスは。優しいな、あいつ。優しい。もううちら弱小だから。もう勝ってあいついい気になってるからや。うん。ここ。はい。よし。はい。ここら辺にしようか。
裏でやってたらすまんやわ。皆さんありがとうございました。パン、チャンネル登録、こうや、チャンネル登録、はーい登録、はーい登録、高評価、登録&高評価、はー登